はい、速稼塾のメンバーシップでございます。今回はそうですね、メルカリを販売側でやってる人に関係する情報なんで、メルカリで商品を売ってる人がね、10倍ぐらい売り上げを増やしたいって人に、関する情報になります。ですんで、メルカリにね、あんまり興味がない方は今回はメンバーシップするでいいと思います。で、まずね、メルカリの基本情報ってのはどういうことがあるかっていうと、まずは上位表示されればされるほど売れやすくなるわけなんですけども、どういったら上位表示されるのかなってことでね、ハッシュタグ入れてみたりとか、キーワード入れてみたりとか、いろいろあると思いますけども、基本的に出品が新しいものから上位表示されますっていう、そういうこともね、ご存知だと思います。そして、いいねってあるじゃないですか。あれがね、5個たまるたんびに上位表示されるんで、5個の倍数でどんどんどん上に上がっていくんですよね。5個いいねが押されると上に、10個になると上にみたいな感じでございます。これも覚えておいてください。そして100円以上の値引きで上位表示もされますね。これをちょっと頭に入れておいてください。そしてもう一つなんですけども、ユーザーさんへの通知なんですけども、フォローしていただいていたら、ユーザーさんに新しい商品を出品した時に、通知が行くんですよね。なかなかフォローしてくれるっていうところが難しいんですけどね。あとね、商品にコメントが投稿されると、いいねを押している人に通知が行くんですよ。コメントが入りましたって。これによって他の人がコメントをしたら、あ、もしかしたら取引が始まっちゃったのかもしれないと思って、いいねを押した人はそこに見に行って、先に押さえとけみたいな感じで、先買いレースが始まるんですよね。ですので、これも覚えておいてください。そして値引きをすると、いいねしてる人に値引きが起きましたっていう通知が来るんで、この値引きっていうのも効果的に使う必要がありますよね。というところでね、じゃあこの情報をもとに、メルカリのメンバーシップさんなら、速稼塾のメンバーシップさんだったら、どんな使い方ができるのかってことを今回お話ししてますので、メルカリで販売者側になっていてね、ちょっと売り上げ伸ばしたいなって方は、ぜひ390円でメンバーシップに入っていただいて、メルカリで、そして390円を取り戻してください。じゃあ今回は以上でございます。メンバーシップでお待ちしております。メルカリのユーザーさん、いらっしゃい。